はい、どうもヒョドルです。ワイルドアームズザフィフスヴァンガードを続けていきたいと思います。ロクスソルス環境、引き続きねクリアしていきたいと思います。サーチ中。お？何あれ。とりあえず壊してみたんだけど、よかったのかな。なんかディテクター使わなかったら隠れたまんまでなんかエンカウントしちゃったりとかそういう感じかな。地図を見よう。これはフロア11に繋がってそうですね。上がちょっと先行っとこうかな。なんかショートカットが開いてセーブしに戻れるよみたいな。違ったわ、逆やん。戻れたはずなのに俺は戻らず今中ボスに来たに違いない。ファック、入りたい。負けませんから。アンブロシア、タイタニアスだ、タイタニアスだ。タイタニアスなんか後ろ足がすごいエロいですね。なんかねヨレヨレのタイツみたいじゃない。タイタニアスもこれあれっすね、2の隠しボスだった気がするな。なんかデザインが結構違うような気はしますけど、確かそうだったと思う。そういう名前のやつがいたはず。ラザーか。まあ振り出しに戻るみたいな。風が弱点、遠いな。ただいま全国追い込んでやる。まあ、ガーッと行きまして、ヘビークラッシュ、どんなもん、こんなもんか。でも防御の方が全然低いですね。もう単純に HP が高いんだなこれは。5000でこれだもんな。長え道のり、長え。アンブロシアなんでね、せっかくなんで盗みたいな。あ、ブレスかよ。やるせない、やるせないか。どう来るか、嫌だな。やるせない、やるせない、やるせる、やるせる。これだ、元気どんぐり。あー、じゃあ隣接ヘックスだ。そういう、おー、超遠いな。移動します。どうしようこれ。とりあえずここ解いとくか。ちょっとだるいな、戻んないとしゃあないのよ。レペックこっち行っとくか。こいつもやるせないになれやって感じよね。時には立ち止まる。レイチェンジだなこれは。アンブロシア、アンブロシア盗みたいんだけど。そこがベストなポジションね。盗みたいんだけどって言いながら盗みに来ちゃった。ケイ、女の子には手加減しなさいよ。狙うわ、ここだ。これどんなもんかね。まあまあそうだよね。大してダメージに変動ない。MP じゃないわ。防御もゼロ扱いになってるんで。ライフドレインとかどんくらい食らうんだろう。おお。地味。パッシブリアクトとか学んでやってみたりとかして。移動しちゃうんだよね。ブレスが来るでしょ。来ない。ビーン、ここ入るに入れない。ダメだ、これガードするしかない。でレベッカはもう役割を終えたんで、キャロルかな。でチェンジして水が風になるはずだから
え、ずるくない？ギガクラッシュ、レイポイン、ん？ギガクラッシュなんだ。あー、ヘビークラッシュとはまた別なんだ。なんか、X に依存せずに属性攻撃してくるの。じゃあここレイチェンジしちゃったらなんかきつくないって思いながらとりあえずやってみようかな。もうギャザーだる。ジャンプしたの。頑張って飛んでいきます。残念でした。みんないます。ハイブラスト。あ、全然だなこれ。これはもう硬い。こいつ硬すぎ。もう頑張って殴るしかない。バッサリカットです。あ、やっと終わった。めちゃめちゃ長かったっす。硬すぎてひたすら殴るだけ。あ、でもやるせないが直線で来るんでちょいちょいうざかったですけどね。あ、ラッキーカード使うの忘れたな。まあいいや。あ、見事だ諸君らよ。お、我の期待を裏切らぬ力の持ち主であることをまずは共に喜ぼうではないか。余裕ぶっこいていられるのも今のうちだぜ。お前たちは、あ、俺たちはお前の期待を裏切らないばかりか、その期待をはるかに上回っているんだからな。根拠のない自信、いいね。そういうの大事。なかなか口だけは達者のようだ。ならば早く我の元へたどり着き、その実力とやらを拝見したいものだよ。早く我の元へたどり着くよう期待しているぞ。まったく何様のつもりだい。早く僕たちの力を見せつけてやろうよ。お、これ艦長あたりかな。じゃあボルスングの方か。不思議だ。なぜこんなにもあの少年の動きを憂慮せずにいられぬのだろうか。もうすぐ我の諸眼が成就する。すべては我の思惑通りにことが運ばれている。だがこの不条理な思いは何を意味するか。あー、なんか乗っ取られる前のボルスングの素の部分というかね、ちょっと出てきちゃってる感じなのかな。
いや、もしかしたらこの思いは不安ではなく、むしろ解放されたいみたいな思っちゃってるのかもしれないですね。つと地図を見よう。もうね、マップがややこしいの。わかんない。これ間違って来ちゃったんだけど、こっち行くとフロア11だよね。俺こっちに来たかったんや。でこれで開いて、でこれでフロア2だか3だかぐらいに出るわけよ。ほんで、あ、ここね、ここに出ましての3ですよね。でこっちだ。だから正面に出て、ここね、エンカウントキャンセルしたいところなんだけど、まあそうもいかない。でここでセーブができるというわけですね。OK、じゃあこれで MP もね回復できたんで、さっきのとこ戻ります。はい、戻ってまいりました。長かった。これどうしよっかな。13、14、15とぐるっと回った方がいいのかな。てかそれしかなかったりするのかな。よくわかんないんだよな。これ回したら、あ、時計の針が動くのか。あー、ちょっとよくわかんないね。ヒントもないんで、これこっちのルート行ったらヒントがわかるんじゃないかなという気が。多分そうだと思うんだよな。今何の手がかりもないんだよね。さすがに変だと思う、ね、突然のエンカウント率スーパーアップでちょっとビビるんだけど、なんか今までのダンジョンより明らかにエンカウント多いからな。これ多分なんか爆破しちゃった方がいいんだよね、多分ね。おそらくなんか壊さなかった場合に何が起こるのか確認するのがちょっと怖くて、もうやりたくないんだよね。お、マザーアメジスト E。 これで2つ目ですね。お、 MP がいっぱい。中ボス来るかな。お？じゃあ、何事ですか？俺がびっくりしたわ。これさ、これ2のオープニングじゃん。どんな時も一人じゃないですね。やっと繋がったぞ。何ちゅう着メロにしてるんや。ついつい聞いちゃいますよね、あんなの。この声ってもしかして教授じゃないですか。教授、わはは、感度良好みたいで何よりだ。なんだかんだ言っても父親としてキャロルが心配なのだよ。だからこうしていつでもお話ができるようホログラムを仕掛けておいたのだ。あのおっさん、結局何も変わってないじゃないか。いやいや、いざという時のホットラインは大事よ。キャロルと別れるシーンではもらい泣きしちゃったのに泣いて損した気分だよ。まあいいじゃない、悪意はないんだしさ。教授、発見したって何を。まさか。そうだ、我々が UV 成分に怯えることなく生き続ける方法を発見したのだよ。あらまあ、わしは今バスカーらと共におる。そこでようやく発見、いや原点に帰ることができたのだ。
原点に帰る、どういうことでしょうか。まず重要なのは UV 成分がなぜ人間には無害で我々には有害なのかということ。それは人間の存在がファルガイアという星を構成する要素、つまり星自身であるということが重要だ。一方ベルーニ族は長い間ファルガイアを離れ、体内組織が変化しファルガイアの構成要素から大きく外れてしまっていると言えよう。それゆえファルガイアは我々を有害生物と判別し拒絶しているのだ。アンアクセプトベルーニ、あ、それで UB なんだ、なるほどね。ならば我々も人間同様星とつながりを持てば。そうか、それが教授の言っていたミディアムなのですね。そうだ、さすがは我が娘、よくできた回答であるぞ。ミディアムが作れないのが問題なんじゃなかったっけ。ベルーニ族の個々がミディアムを常に携帯し星との結びつきを物理的に持たせれば暫定的に UV 成分を無害化できるはず。そこから長い時間をかけてさらに星との神話を築いていければベルーニ族も将来的には人間同様問題なくファルガイアで暮らしていくことが可能になるっていうわけですね。そう、その通り。だがこの方法にも一つだけ大きな問題があった。ミディアムに力を込める、すなわちミディアムと星を結びつけることができるのは現状では人間だけということ。その上ミディアムを有効化したとしても我々が使い続けているうちに少しずつ効力を消費してしまうことだ。そのため有効なミディアムを大量生産するためには何よりもまず両種族の協力体制が必要であったのだが、そっか、対立していた時には難しいことも、人間とベルーニ族が協力してゴーレムに立ち向かっていった今なら、うむ、君たちのおかげで両種族の壁は確実に壊れつつある。おー、なんかゴーレムってそんな感じで対処してたんです。だが完全に壁を壊すためにはもう一つ両種族を結びつけるものが必要だ。両種族を結びつけるもの、それは一体なんだ。それはわしにもわからん。形あるものなのか、それとも何かの象徴なのか、それを見つけ出せるのは君たちしかいないとわしは考えておる。そのためにもまずはボルスングを倒すことだ。今のやつは両種族に立ちふさがる壁、いや障害でしかないからな。ああ分かっているさ、期待していていいぜおっさん。リン君、せめてわしのことはお父さんと呼びたまえ。キャロルとお付き合いするつもりがあるのならな。でっち上げやって言ってんやん。教授、へへへ、変なことは言わないでください。はっはっは、こっちのことはわしに任せて、君たちは自分たちのことに集中しなさい。ではまた会おう、さらばだ。もうそういうのレベッカのポエムが発動するんでやめてあげてください。まあ良くも悪くもインパクトの強い人よね。でもおかげで全ての目標が固まったぜ。うおー、気合が入ってきた。行こうぜみんな、ファルガイアの未来のためにも。まあなんやかんや言ってとりあえずボルスングボコるしかないっちゅうことですよね。作戦タイム。ちょっとかわいそうなんだけどね、ボルトンさんは。オープンザドア。ここは？ここはどの辺かな。16。おお。この上上がれないよね。あそこスイッチがありますか。とはいえな、これ以外に。特に足場もないわけだし届かないよね。なんかなんかなんかしたらいけんのかな。これでなんか一周した感じですね。これフロア8ってどっから。7、6、5、4、3、2、1。あー、なるほどね。まあぐるっとつながったような感じにはなったのかな。まあセーブしに戻ろうと思えば戻れますよって感じ。ああ、しまった。なんかまたこいつらいるのか。すごい倒しとくべきだったよね。
逃げちゃう。逃げる私呼べ。それなりにいい時間になってますね。というわけで、じゃあ、またセーブポイント戻っとこうかなと思います。うわ、どの辺かな。あ、てかぐるっと回ったけど何もヒントが得られなかったんですけど、あれあれれ、もう一個道あるかな。ん、違うな、ないよね。あ、やべえ、全然わかんねえぞこれ。え、ヒントなかったよね、なかったよね。おお、マジマジ。いやだってね、これ分身と長身短身合わせるとかちょっと無理があるよな。6時これどう、今回にヒントあったっけ。まあいっか、ちょっとなんか見落としてんのかな。ヒント探してこようかなと思いますが、とりあえず今回はこの辺で一旦切っておこうと思います。ロクスソルス、まあまあ長々とまだまだ続きそうですね。まあけどここ上がればなんかこう折り返し地点って感じはするのかな。じゃあ、また次回よろしくお願いします。今回この辺でどうもありがとうございました。